こんにちは。ちょっと言わせてね。どうしました？私が何か。今朝のツイート。掃除のですか？ワックスなんてダメ。ワックス？何が問題ですか？ワックスはシックハウスの原因なの。私たちのようにフォロワーがまいた赤は影響力があるのだから、ツイート内容には責任を持ってくれないと困るわ。そうですか、削除します。すみません。マキさん、私の言ったこと分かってなかったのね。何事ですか？買い物。買い物もダメですか？買い物がダメじゃなくて、安売りとまとめ買い。はい。私たちのような主婦家が安売りでまとめ買いなんて絶対にダメよ。なぜです？そんなことするのは頭の悪いヤンキー主婦よ。私たちのような大卒マート主婦にとって買い物は業務なの。娯楽じゃないわ。いかに賢く買い物をするか、それをツイートするの。そうですか。では、アキコさんはどのように買い物をされてますか？私？買い物はいつも必要最小限よ。その日にいる分だけ買うの。安売りの日は人多いでしょ？そういう場所では判断力が鈍るし、まとめ買いして得したと思っても実際には無駄なものまで買うのよ。そうですね。でもツイートするのもダメですか？安いものたくさん買えてラッキーなんてツイート。主婦ってこんなにアホなんだって思われたらどうするの？そこまで考えないとダメですか？ダメよ。主婦家のツイートなら責任持ってもらわないと。わかりました。削除します。これからは気をつけてよ。マキさん。はい。運動会ようやく終わってクタクタです。組体操のツイート早く消して。え、子供さんの顔は全部隠したつもりでしたが、隠し漏れありましたか？そうじゃなくて、もう困った人ね。組体操は毎年日本各地で怪我人が出てるの。わかる？危険な技もありますよね。うちの子の学校では危険なことはしませんし、怪我人ゼロでした。そうじゃないの。いい？組体操は学校から子供への虐待よ。怖いけど頑張るって張り切ってましたよ。虐待ってどうしてです？本当は怖くて組体操やりたくない子もいたはずよ。そうかもしれませんが、嫌なら嫌だと先生に言いませんか？気が弱くて言えない子だっているわ。組体操はそういう子の気持ちを無視して顧客を満足させるために、子供に危険な技をさせる。これではまるで学校はサーカスだね。今の学校は異常なの。学校行事のツイートはしない方がいいわ。学校行事もダメですか？学校も先生も異常よ。そういえばアキコさん、オフ会いつもお子さん連れでしたね。お子さん、学校は？うちの子は学校よりも家で勉強することを選んだの。そうでしたか、すみません。ホームスクーリングっていうの。不登校じゃないわ。アキコさん、お仕事は？行けるわけないじゃない、子供の近くにいないと。またあんなことされたら困るし。あんなことですか？うちのことはいいの。とにかくマキさん、もっと考えてくださいね。やめてもらえませんか？私のツイートに毎回ケチつけるの。子供が不登校で外出もできなくてストレスたまる。事情は察しますが、アキコさんのお気持ちを私にぶつけないでください。何よ、いつも学校行事、旅行、買い物、映画、私をイライラさせるツイートばっかりするから。安売りで買い物なんて本当は貧乏なんでしょ、この S セレブ。何をツイートしようと私の勝手です。嫌ならブロックしてください。これ以上しつこくするなら LINE はブロックします。ちなみに Twitter は今ミュートです。ブロックしようかな。その後 Twitter も LINE もブロックしてご縁切りしました。お子さんのことが心配な気持ちもありますが、メンヘラといつまでも付き合っていると性気を吸い取られそうなので、陰ながらアキコさん親子の幸せを祈っています。